今日はリーカのホリデーの工事の撮影の様子です。ネイルが3色発売になります。このカットはアップルサイダーです。今回はね、あったかい飲み物が3種類名前がついております。アップルサイダーめちゃくちゃ可愛いですよ。私も今ね、フットもね、ハンドもアップルサイダーなんですけど、見てほしい。ぜひ。キラキラも可愛くって、なんとも言えない絶妙なお色なんです。可愛い。こちらはムルドワインでございます。そう、本当シアーレッドなんですけど、ほんのりクリアブラウンが入ってて、あのノンパールです。ごいこのお色もね、透け感がね、めちゃくちゃ可愛くって、あの今回の衣装もちょっとムルドワイン色にしていただきました。こんな感じ、可愛いですよね。美味しそうな色です可愛い。はい、この3色です。これがムルドワインですちょっと後ろにテスターって書いてるのが見えちゃった。こう光に当たるとまた綺麗。これはマキアートです。マキアートの撮影の様子はこの後出てくるのでお待ちください。大粒グリッター入っててめちゃくちゃ可愛いですよ。このキャメルブラウンがまためっちゃ可愛いんです。テンション上がります。で、こちらがアップルサイダーです。偏光パールも入っているので、ほんのりですけど、角度によっても見え方が違って、あのね、本当に可愛いんですよめちゃくちゃ可愛くないですか。もうボトルの時点でだいたい2度塗りしたらこのボトルのお色になるようになってます。こちらはマキアートの撮影です。本当に可愛い。早くちょっと寄りでも見せたい。でもね、私このね、撮影する時に赤いニットに合わせたかったんですよそう、赤いニットに合わせたくって、スタイリストさんにお願いして、あの用意してもらいました。今ね、この足元ね、引きだとね結構わかんないんですけど、3色、あの塗ってます。3色アレンジもめちゃくちゃおすすめです。すごい可愛い。あ、なんか赤いニット着たくなりますよね、見てると。こんな感じです。見えますか、わかるかな、わかるかな可愛い、美しいですねでもね、何でも合うと思います、お洋服でも。このニットにキラキラってしてるのが見えるの、すごい可愛いですよね。こちらは3色アレンジです。さっきは足のカットだったんですけど、これは手元も3色にしていて、ね、すごいね、バランスも可愛い、バランスもね良くてね、可愛いんで、ぜひやってみてほしい。皆さん発売を楽しみにしててください。湯気が美しいですね。これはお粥を作っていただいている湯気ですね。で、これがまず最初のお粥です。もうね、卵焼きもすごいし、これはね、全粥かな?2回目のお粥です。確か新米ですね。美味しいですよね。本当にお野菜も美味しいんです。お味噌汁も美味しくて、締めに和菓子をいただきます。迷いますよね、和菓子も、ね、確かね、このね、紫のやつはいただいた気がします。美味しかったです、ネイル取ろうと思ったんですけど
はよう、まーちゃん。おはよう。うん。へへへ。神対モード。おはようさん。おはようさん。忙しいやろ、まーは。おはよう。おはよう。おはよう。よって。はい。あれー。はい。はい。優しい子。あ。今日はガレットを作っていこうと思います。まあ、ガレット作っていくっていうか、もうガレットはあるんですけれども、簡単に、トッピングしていこうと思います。その前に紅茶を入れましょう。寒い、本当にめちゃくちゃ寒い。なんかよく聞いていただけるんですけど、この紅茶の。これね、普通にね、検索してね、見つけたやつなんですよね。なんかこう、なんて調べるんでしたっけ、この紅茶のポットみたいな感じで調べてて、なんかこう、Amazon で。で、やっとたどり着いたって感じでした。使いやすいです。キノコだけ別でソテーして、適当にあの汁と胡椒だけで味付けしました。あとはツナとチーズにしました。卵、これで温まってくるのを待ちます。いい感じにできました。あとはバターナッツのポタージュをまだ残っていたので温め直しました。キノコのいい匂いがするチーズと、いただきます。こちらはちょっとね、前なんですけど、夏の終わり、秋が始まる前ぐらいだったかな、知り合いの方のお家で、和食を教えてもらっている時の様子でございます。そう、いろいろね、お出汁、これ美味しかったんだよな。なんだっけ、かき揚げをね、揚げてね、崩したやつをご飯にのせて食べたんですけど、ね、しめ、ちょっとですね、動画撮り忘れちゃったんですけど、締めにひつまぶしみたいにお出汁をかけて食べたのがまた美味しくって、いや、やろうと、家でもやろうと思ったのにやってなかった。私、かき揚げ大好きです。大変美味しかったです。あ、気持ちいい。これはね、5食目ぐらいのカレーです。すごい、一人暮らしだと結構続けますよね。でも私は未だにワクワクしてます、カレーを食べるのに。すごい美味しいから。でもご飯がなくて、なかったので、ちょっとクスクスにしました。ご飯を切らしてました。で、サラダはなんだっけ、これサラダ水菜かなを買って、あとゆで卵をして、アボカド切って、トマト、プチトマト切って、オリーブオイルと塩かけただけのシンプルなサラダでございます。いただきます。まどちゃまがソファーの上でくつろいでいます。このブランケットの上に結構いますね。ちょっとだいぶもうくつろぎ出しました。かわいい。足が顔の真ん前にある。いや、だいぶ柔らかいですよね、猫ってね、体が。私はね、この時間がすごい大好きなんですよ。ソファーで窓とゴロゴロできる時間が、あ、かわいい。もうずっとずっと見てしまいます。でも窓が半分ソファーを使ってるんで、私は足を伸ばせないんですけど。エアーニャムニャムしましたね、かわいい。ニャムニャムって口が動いてる時見れたら、めっちゃなんかラッキーっていつも思っちゃいます。かわいい。
ちょっとずつなんか体勢が変わっていってますね。可愛いです。鼻がピンク、多分今ホカホカだと思います。まーちゃん、thank you.